ジャンルイド・ランビュールジャンルイド・ランビュールは、フランスのジャーナリスト、作家、翻訳家、文化担当官。フランス語でのフルネームは、ジャンルイ・ビコント・ド・ブレティゼル・ランビュール。両親は、ブラジル出身の母、ルシール・カロジェーラーと、フランスのピカルディ出身の父、グラーフ・ベルナール・デ・ブレティゼル・ランビュール。両親の母国語である、ポルトガル語と、 フランス語を学んだだけでなく、早くから、ドイツ語と、ドイツ文学にも触れ、後に翻訳家として、大成功を収めた。トゥールーズとパリの高校を卒業後、両市の大学に通い、パリ政治学院で法学と、ドイツ語の学士号を取得、また、シュービンゲンの大学で、ドイツ語文学を学んだ。1958年、月刊誌リアリティーズで働き始め、 数多くの芸術家たち、ヘルベルト・フォン・カラヤン、カール・ハインツ・シュトックハウゼン、ルキノ・ビスコンティなどについての記事を書いた。1968年以降は、美術史、コネッサンス・デザール、レクスプレス、日刊新聞ル・モンドで25年以上にわたって記事を書き続けた。彼の関心は特に、作家の仕事への取り組み方と、 どのようにして文学が生まれるのかということに向けられていた。それゆえ数え切れないほどの作家たちに接触を試み、ロランバルト、ジュリアン・グラック、ジャン・マリル・スターブル・クレイジオ、エレーノ・シクス、ヘルタ、ミュラー、エルンスト・ユンガー、トーマス・ベルンハルト、ギュンター・グラス、ハインリ・ヒベル、その他多くの作家たちが彼との対談に応じた。それをもとに彼の主要作品であり、 25人もの著者との対談を収録したコモントレバレントレイクリーフォンパリフラマリオに出版1978年が生まれたこの著書は日本語に翻訳され1979年東京で刊行されたまた70年代初め以降ランビュールはボンでフランスの文化担当官を務め1975年には フランス外務省文化課に勤務した。1987年と1995年の間に、はじめにザールブリュッケン、その後フランクフルトアムマインで、フランス語学院の校長を務めた。翻訳家としても有名になり、とりわけ、パウル・ニゾンは彼を通して、初めて、フランス市民に知られるようになった。ジャンルイ・デ・ランビュールは、芸術文化勲章、シュバリエを授与され、 また、ドイツ連邦共和国一党功労十字章を受賞した。コモントレバレントレークリーホンエキストレ。ありがとうございます。